人がいなくなる感じだったんで、ここで掴まれて、わーって言って、バケツが俺頭突っ込まれたんですよ。ムサウソだからいいじゃん、うん、俺は長井の衝撃的だったのはマリノス戦はさ、あれデビュー戦 J リーグのデビュー戦だよね。もうスコス井原さんとかね、大船さんとかスコス抜けて真ん中でドリブルでグワーッと上がってって、うん、あれは衝撃だよね。長井はあの時どういう絵だったの自分の中で。自分のドリブルはまあ近づきたくないので、当たられたら終わりなので、なるほど、細いし、だから当たられない距離感を保ちながらフェイントかけてたら抜けるんじゃないかっていうのはまずもう思ってた。ちょっとあったんだ、あんな感覚で。自分のモーションに対してやっぱり的確に守備をしてくれるわけだよ、逆に言うと。そうだね。だから面白いように引っかかってくれるなっていうのはあったんですよ。入れ組だ、うん、ある意味切り返したらもう目の前が人がいなくなる感じなんですよね。その時のマリノス戦のあれはやっぱ覚えてる。覚えてる。やっぱ怖いもの知らずというか、うん、まあまあね、うん、1年目だから。でやっぱりそのまあそれはやっぱり後ろの人たちがいかに許してくれてたかっていうのを改めて思いましたよね。今このプレーされたらお前そんなとこから仕掛けてんじゃねえよってなるだろうなっていう。あ、だハーフラインより手前でしょ。そうです。からもう普通にドリブルしましょう。そうだね。でもそれが自分のサッカースタイルでしたからね。もうそうだよね。ボール持ったら仕掛けることしか考えなかったんで。まさにそれがハマった試合だ。そうですね。楽勝と思ったじゃん、これがこのサッカー人生。あ、もうこれ俺やっていけんなって。いやでもなんかちょっといけたなっていうのはありましたよ。そりゃそうだよね。デビュー戦でそんなのさ。天狗になるよね。天狗っていうか、まあまあ、いい意味での自信みたいなものは得た感はありましたけどね。99年に98年だったんですよ。98の夏に僕行ったんですよ。ドイツのカーズレイ行って、そのままゴールしたんだね。トルシェが97年のワールドユースの映像を見たらしいんですよ。ケニアはどこでやったの？マレーシアです。ベスト8で終わってるんですけど、でその時の映像を見た時にこれ誰だみたいになったらしいんですよ。いねえじゃねえか J リーグにみたいになって、うん、今ドイツに行ってるってなったから、じゃあ呼んでみようみたいな。でフランス代表がよくキャンプする場所、日本でいう J ビレッジみたいな、ああでそこでキャンプやるってなったん で、 ああでそこの時に俺も呼ばれて練習して。ドイツの生活から合宿でさ、チームとかも含めて日本選手と会った時っていうのはどうだった？その時はサッカーを一切やった時に、うん、まあ、あのメンバー の、 その技術の高さ、でもその当時まだ今みたいなドイツのサッカーじゃなかったし、その1対1の戦いみたいなこうガチガチみたいな、そういうサッカーをやってたから、自分の技術でそれなりになんかある方みたいな感じでそのチームとかで言われてたんですよ。みんな来たらとんでもない人たちがいっぱい来ちゃったみたいな。でその時に、まあ、一緒にワールドユースも戦いながらずっとみんなのプレーを見ながら、俺成長してないんじゃないかなって、まあ、もちろんそのフィジカル的なものとかはまあ、当たりとかうまくその体を弾き返すことはできないけど、吸収しながら自分のプレーをするとか、なるほどね、だからそういう感覚っていうものはできてきたけど、うん、技術に関してなんか遅れてるぞと思って、でまあ衝撃なんだ、一個下のやつら、はい、ゴールデンエイジ、あ、俺多分このままいたらダメなんじゃないかなっていうのはあったんですよ。あ、ドイツにじゃダメだ、はい、技術日本にいた方が身につくんじゃないかなみたいな。なるほどね。まあ本当ボールを蹴るとか止めるとかはもちろんないけど、なんかもっと違う部分の技術みたいなものを忘れちゃってるみたいな、あ、そういえば自分ってもっとこんなことしてたなとか、まずいんじゃねって思って、その時に向井さんと、うん、犬飼さんっていうのは、まあ、後の日本サッカークラブの会長になるってことですけど、飯食わしてやるから出てこいって、うん、その時になんかやっぱここでこう得たものももちろん多いんだけど、そのみんなを見た時に今のままじゃいけないような気がするんです、だからできれば帰って戻りたいっていう話はしましたね。それでも帰ることを決めて。そうですね。帰ってきてさ、はい、すぐ点取んなかった。なんでしょうですね。ね、うん、ヨーロッパから帰ってくるとさ違いはあるぞ。フィジカル的なものとかがやっぱ全然落ちたもんね。楽だなと思いましたね、その部分に関しては。なんかこう、領地でできたみたいな自信もなんかあって、うん、そういう意味では本当にプラスに行けて、ワールドも準優勝して、そうですね、一応やっぱまだその記録は抜かれてないですからね。そうだよね。ブルシアどうだったの？ブルシアもうめちゃくちゃでしたよ、本当に。急にスイッチが入るんですよ。アフリカの練習だし、暑いからっていうね、まあ、氷水でスポンジとかいっぱい入ってるんですよ、うん、で、そこでスポンジとかで頭冷やせみたいな感じで、ここ用意されてるんですけど、まあ、でも俺最年長なんで、まあ、一番ターゲットにはされてたんですよ、うん、そしたらもうなんか、そんなやり方ですダメだって髪の毛掴まれて、バーって言ってバケツに俺頭突っ込まれたんですよ。こうやってやられたパワハラだとやられて、うん、な
んなよみたいな感じになって、そういうのとか、あともう試合の当日の散歩なのにテニスコート行ってフォーメーションの練習とか結構やるんですよ。そのボールがこう取り手が持ってこうやって移動したら、テニスコートでも、テニスコートでもこの狭い中でもこうやってポジションにこう修正、それなんじゃあ全員11人並ぶわけか、並ぶんですよ。で、トルシがボール持って、トルシが後ろ向いたらラインアップ、うん、で、こっち向いたらさ、下がる、で、ボールがこっち行ったら全員こっち、で、一番近いやつがボールに行くとか、うん、必ずちょっと動くたびに全員が動いてなきゃいけないんですよ、はいはい、それの確認とか急にし始めて、動ける格好してないんですよ、スタッフも散歩のつもりだから、水とかも何も用意してないじゃないですか、そしたら、なんでいきなり用意してないんだとかってなって、そうだね、それを1時間以上やり始めて、今日軽食とかも食べるしかなくなって、うん、で試合の日前の日、試合の前か。試合前か。でなんかもうすげえ緊張感出ちゃって、で初戦、いやもう途中らへんです、2002年のワールドカップじゃん、その後はもう、そうです、2002年のワールドカップに意識する人だって、でももう、その時もレッツがもう呼んでくるじゃないですか、選手もフォワードで、ね、だからもう試合出れないですもん、だもうそこをまず戦わなきゃいけないから、もうその先のことなんてもう言ってられないですよね、もうまず目の前のなんかそこの勝負に勝たなきゃいけないし、どうしてフォワードだろう。スッと来て、アドリアーノ来て、アリソンとか、はい、で、その後エメ、もう大変なんですよ。だオフトにも言われました、お前は4番手だからって。でもその時の、またレッツに話しに行った時が、腹立てて、4番手っていうのは監督も言われたし、もう試合も出れないんだったら、どっか出れるところに行って、ラブプレーしたいとっていう話をしたら、エメもずっともう気性がないし、いつイエローカードが退場するか分かんないから駒として行ってもらわなきゃ困るんだよって言われて、もう完全もう物だなと思って、だからもう彼らが何かあった時のただのそのポイントでのあれなんだなと思って、もうちょっと悔しいなと思いましたよね。まあいろいろ考えてた時にまた福田さんもなんかいろいろ話をしてくれたんですよ。その時に出れないから逃げるように移籍するのはダメだと、またその出れないからって言ってよそに行ってまた出れなかったらまた同じことを繰り返すんだよ、そうだ、ここで出ていくのは別にいいと、うん、だけどここで何かを教えて何か確固たるものをちゃんと作ってそれから出ていく方がいいんじゃないかっていうのを言ってくれて、へえ、絶対なんかやってやろうみたいな感じで、オフトの1年目かな、言いに行って、うん、なんで試合使ってくれないんだって言った時に、いいだ、お前はなんかそのプレーの中でフルパワーが出せてないみたいなことを言われて、その心拍数が上がらなかったです昔、どんだけ走っても逆にそれがダメだって言われたんです。ずっと同じで動けるんですけど、この山がないって言ったら、だからそこのフルパワーが出せてないから心拍も上がらない状態だから、だからそれを出せるようにしろって言われて、あいつは冷めたやつだと、与えられたメニューが練習後に手漕ぎを30秒間漕ぎ続けて、その後すぐバイクを30秒間漕ぎ続けるみたいな、だからもうその心拍を上げる練習、それをやれって言われて、だからもう練習終わったらもうそれが毎日憂鬱で、でもういきなりその練習終わって無酸素になるからもうしちゃうんですよ、無酸素だから、はい、じゃん、うん、で追い込めるようになって、でそれが形になってきてからトゥットとエメと俺で3トップって形を取ってくれるようになって、レッツは結局何年やったんだっけ、2008年です、最強大同士、まあ予想はつくけど、エメですか、俺はエメルソンだな、やってないけど、ただやっぱりワシントンは止められないっていうのはありましたよね。あの人はデカレバリー器用じゃないですか、うん、だから俺やっぱなんか思うのは、うん、スピードと技術って意外となんとかなったりしちゃうもんなんですよ、抑えられちゃったりするんですけど、高さと強さだけはどうにもならないんだなっていう、でまたあの人器用だしシュートもめちゃくちゃうまかったし、うまかったね、エデルソンみたいなブラジル人いっぱいいるんだよ、まあそうですね、それのスーパーなのがロナウドだったりロナウドジンだったりするんだけど、ああいう選手いないからさ、いまだにいないじゃん、レッツをやめたら清水行って、うん、横浜 FC やって和歌山行って、うん、横浜 FC まではまあ J リーグっていうカテゴリーでもやってきて、そこでやめようとかって思わなかった、まあ清水行ってみて、サッカーっていうものをなんか本質をだんだんこう自分で学び始めた時期でもあって、なんかよりサッカーっていうものを考えてもっとプレーするようになってきて、で横浜 FC になって個の能力とかはやっぱそんなね J1 とは違うし、そうやってなった中でチームとしていかに戦おうかみたいな、駒としての役割とか仕事とかポジションするための必要なこととか、なんかそういうのをすごく勉強できて
ってきて、あ、サッカーってこんなに面白いんだなみたいな。やっぱレッツの時はもう必死だったし、ここで何かをしなきゃいけないって勝たなきゃいけないっていう、だからそれだけだったのがチームプレーだなっていうのをなんか学んだ時に、こういうの中での自分のドリブルだったりとか、なんかいろんなこう選択肢が増えた時でもあって、あ、面白くなってきたなと思ってきて切られちゃったから、もうちょっとやっぱやりたいなっていうのがあって、群馬でレジェンドマッチとかがあって、その時に79年のワールドユースのメンバーとかあっていろいろ話してて、でその中でいろいろ相談した中で、 J3 見たって大して何もないと思うよっていう、だったらもっと極端な下とかを見てみて、リーグぐらい、それがやっぱ今後にもいろいろつながってくるんじゃないっていうのは言ってくれてて、で今もチャレンジャーズっていう形で、まあ、結局関東2部に昇格しましたけどね、そのチーム。分かったの。今ちょっとの個性がさ薄れてる、ドリブルが上手い場合やっぱいいんだよ。こう育成年代の子たちを見るとみんな上手、ただそこに個性というものもないし、サッカーってやっぱりこの選択のスポーツじゃないですか。例えばこれをこういうふうにしなさい、こういうふうにしなさいって言われすぎちゃってて、このシチュエーションはこうするみたいな、もうそれが決まってて、それをやってるだけなんですよ。だからその子にとってはその選択肢っていうものがその場で存在してないんですよ。これ来たらこれなんですよ。名前が出てきた人たちっていうのはその瞬間に全ていろんな選択肢を持ってると思うんですよ。その中でこれを決断する、でもこの決断をするってことは、このプレーを選ぶってことは、そこに責任が自分に乗ってくるわけじゃないですか。チームスポーツの責任っていうものが、そういうところの腹のくくれる子がいないなっていう。チームのやり方があって、その中にみんながいるんじゃなくて、俺はこういうプレーをするよ、彼はこういうプレーする、こいつはこういうプレーをする、それをうまく合わせていくのがチームだと思うんですよね。昔はワールドユースの時もそう、やっぱりそれだけ個性がいっぱいあった中で、ただこうやりなさいじゃなくて、この人の色、この人の色、この人の色っていうのが全部がこうみんなが理解してて、それをお互い生かし合いながら自分も生きるみたいな、だから個性がありきのチームだったというか、だからやっぱそういうのがなんかないんだろうなっていう。だから久保建英だと長いも年がドリブラーとしたタイプは違うかもしれないけど、久保君はここからどんだけすごくなっていくのかは楽しみですよね。なってほしいよね、ある意味時代も含めて、うん、メッシとかも最初出てきた頃、まあ化け物だったけど、でも化け物ぐらいだったら同じようなもんじゃないですか、久保君もドリブルの感じとか。でもなんかメッシはそこから一つ上にグッて伸びたスピードがあるからね。あとはその間合いだったりとか、あとこのタッチをもっと極めるのか、まあ、味方も生かしながらね、しながら、そしてシュートも質も上がっていくのか、まあ、とんでもないスピードで多分階段上り続けてると思うんで、多分これからは段差が多分大きいと思うので、そこをどう上っていくんだろうっていうような。どうしたらセカンドキャリアっていうところで、まあ、今自分の中でも薄々いろんなこと感じると思うけど、うん、いや今その選手をやっていたいっていうのはもう本当自分の気持ちにこう純粋に素直にやっているんですが、言い方悪いともう今すごく中途半端な状況にはなってしまってるなっていう、まあもちろん解説の仕事とか、まあ明日がそのキャンプの取材とかも行かせてもらうけど、そっちなの、選手なの、何がしたいのっていう話にはなると思うんですね。今後どうしていかなきゃいけないかなっていうのは思ってはいるんですけど、例えば J リーグも含めたその指導者、まあ、コーチ監督も含め、あとフロント、まあ、サッカー界もいろんな世界があるけど、まあ、やるややらないやつとして、なんかどういう道とかっていうのは、ライセンスとかも今 B まで持ってて、今までそういう指導なんかしたことなかったし、よりその指導者の勉強した上で面白みというか、まあ、それも感じたのは事実なんで、まあ、A 級も取りたいし勉強したいなとは思ってる。じゃあ以上 S 級まで行きたいなっていうのは。でも S 級取るってことは J リーグの監督も含めて視野に入れるっていうことになる、まあ、やるやらないですよ、うん、どちらかというと S まで行って J の監督やるかって言ったらあんまりそこは考えてはいなくて、どちらかというと S まで取ってサッカーをより分かった上で解説をしたいなっていう、うん、あとはやっぱ子供たちに、まあ、今は実際自分が動けてるから教えやすいのももちろんあるけど、その動ける状態を常に維持しながら子供たちには指導をするっていうか、
ったバーっていうのは楽しいなっていうのは思ってますけど、まあ、あとはやっぱそのメディア関係は、メディアもさ、例えば解説メインにはしていきたいっていうところで、つつ、まあ、いろんなそういう仕事がね広がっていくならチャレンジはしてみたいですよね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。シュートだろ、これが大変だ。